毎年3月に開催されるイベントになります。アートバーゼルというアートフェア自体が世界の3カ所で、スイスのバーゼルとアメリカのマイアミ、そしてアジアの香港、唯一アジアで開催されている、バーゼルということで、世界中からコレクターギャラリーが集まる。同時にやっぱりですね、このアートバーゼルがやられる時期に香港にある美術館であるとかギャラリーとかアートスペース、連日連夜ですね、こうパーティーが開かれて、夜も華やかで昼間も楽しくてみたいな、アートにあの溢れる1週間、入場料自体はないんです。このバーゼルについては多少の入場料はかかります。 あるんですね。ただ入場料を支払えば世界中の有名ギャラリーが持ってきた作品を見ることができるので、普段の美術展とは違うんですけれども、作品単体でたくさん見られるという貴重な機会になっています。